この時を待ちわびたよね。久しぶりだね。レイさんのチャンネル登録お願いします。最近毎回言うよね。やばい。ある意味やばいですか。これはやばい。いや本当に楽しいんだよね、このね、掘り出し。おー、かっこいいよ。嘘。うん。この時を待ちわびたよね。久しぶりだね。本当にだからパタッとやんじゃったのよ。一旦止まったね。そう、あんなにねすごいたくさんずっと動かしてたのが、うん、ピタッとやんでて、でまたかと思ったよね。一気に騒ぎになってきて、そうでも今もうめっちゃ騒ぎだらけだもんね。そうだね。うん、こっからまたウカ祭りウカ祭りっていっぱいやれるんじゃないかなと思って、うん、ちょっと楽しみ。まだ出てきてないやつとか、ね、見たことないやつとかこれから出てくるんでね、ちょっとウカ祭りは要チェック。要チェックやー、なんだっけ、コボリ君。違う、なんだったっけ。やべ。なんかあったよね。ヒコイチ。あ、ヒコイチだ。で、なんでなんでコボはい、おぼりレイさんのチャンネル登録お願いします。最近毎回言うよね。はい、楽しいプレゼント企画待ってるんでね、うん、本当まだの方はぜひぜひお願いします。そうだね、うん、はい、じゃあ早速増やしていきましょうか。いっぱいいるんでね。そう、じゃあじゃあやってみましょうか。はい、じゃあ浮かまずに掘り出しやっていきたいと思います。それではレッツゴー。やるよ。はい、じゃあね、うん、ちょっとメスだろうというのからやっていきましょうか。うんうん、了解です。うん、はい、怪しいけどね。そうだいたいミスるから。そうまだ初心者だから、みたいなね。じゃあまずね、うん、これそう、これ覚えてますかね、皆さん。覚えてる？キノコのやつだよね。そう、キノコの中に、あ、キノコ溶質の中にキノコがね。そう、なんかね、他の人もねツイートしてた、それ、うん、うん。そうなのよ、今年はそういう時期なのかな。去年は見なかった気がする。けど結構あるとは聞きますよ。あ、そうなんだ、うん、そう、これね、ネパールクルビデンス。そう、うん、ただね、この子ね、見ていただくと分かるんですけどね、うん、ちょっと背中もダメだったんだ。うん、足はダメそうだったけど動きはいいと思います。ちょっとさ、そう、あ、本当だね。そう、なんか見えちゃってる。そうなんだね、やっぱりダメだったんだ。そう、うん、なっちゃうと、うん、うん、この状態初めてだけどね、 このね、ここがね、うん、うん、ちょっと経過のご報告でしたと。そうですね、うん、ということです。はい、じゃあ続いてもね、はい、こっちからなんですけど、はい、あ、ネパールクルビデンス、アンナプルナですね。はい、貴重なやつですよ。貴重なね。じゃあ掘ってきますね。なんか久しぶりだな、はい、だよね、うん、ここだね、うん、うん、全部出てきて、オスのウカマチですね。そうだね、うん、うん、オスもやっと続々とね、うん、溶化してきてるんで、うんうん、あ、見えたよ、ほら。あ、本当だね。よいしょ、どうかな、この子は。うん、いいんじゃないか、足は大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。うん、うん、綺麗。よろしい。うん、よろしいね。はい、次行きます。次はネパールクルビデンスですね。アンナプル。これちょっと分かんないんだよね。あ、分かんないんだね。そう、でもここに溶質作ってる感はあるよね、うん、
なんかね、柔らかい。湿気が、水分がすごい。あ、いたよ、いたよ。いた。ほら。あ、本当だ、よかったよかった。よかった、しかもちゃんと羽化してる。あ、きれいきれいきれい。うんうんうん。うん、お尻も、うんうん、さっきより大きいじゃん。ね。うん、水分が良かったのかな。わかんないけど。結構全然しっとりしてるよ、さっきのと比べて。動いてるね。うん。もう食べそうじゃん。そうだね、活動してる感じがするわ。うん。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。はい、次はオオクワガタ。お。赤目。赤目。赤目ライン。佐賀県神崎さん。神崎さん。神崎さん。隣の チャンネル登録お願いします。お願いします。赤目だからそんなに大きくならない感じ。そうだよね、辛いはなんかそんなイメージがあるって聞くよね。うん、います？ね、やばい。ある意味やばい。ある意味やばいですか。これはやばい。オスだった。ちっちゃ。これはチビギネスじゃないかしら。やばくな。ちょっとこれはいくらなんでもやりすぎたな。でもちゃんとね、赤目だよ。ほら、わかるかな。いや、これは全部に7グラムとか書いてあるけど。そうなんだよね。でもね、お星様にならなくてよかったよね。全然かわいい赤目なんだけど。ほんとだ。うん、いや、なんかオオクワガタじゃないみたい。ちークワガタ。やったな、これは。これはやったね。これはやってしまったな。43 メスのお母さんよりちっちゃい。やばやば。はい、じゃあここに。かわいい。ほんと違う生き物に見えるね。ね、うん。はい、かわいこちゃんが出ましたね。ですね。はあ、次行っていいですか。あ、そう、赤目オオクワ。そういや、これをちょっと前回何グラムだったか。前回ちょっとまだこの子早くないか。お尻がなんかまだ。あ、本当だ、ね、うん、もうちょっと待ってあげようよ。うん、もうちょっと待ちましょう、うん、それは。前回11グラムじゃあこれはちょっともうちょっと待ってから。メスだよね。メスだと思うけどね、パッと見。うん、うん、ちょっとじゃあこの子は楽しみにまたしておいてください。そうですね、うん。それからそれから、じゃあ次行こうか。はいはい、じゃあこの子は、おー、ギラファッパー。これはここだね。うん、ちょっと見にくいね。ここからは予定としてはオス、うんうん、あ、ここから全部オスの予定なんだ。うん、予定としてはね。予定としては予定は未定ですけど。予定は未定ですね。まさかのオスが出たからね。あ、そうだ、もうオスは始まっていた。オス始まっとったね。いいのかな。お、出ました。あ、びっくりした、足がないかと思った今。ちょっとあれだったのかな、羽化するときに、うん、あれだったかもしれない。もうここがもうすごいくの字になってるもんね。ね、うん、ボロブドゥールですかね。うん、ギラファくん。はい、なんかでかいぞこれ。ですよ。おお、これはマリンドッキじゃないですか。そうです、ここだね。いやー、いいね。
ポーター。いやー、来い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 、ちょっとべっちゃりしてる。お、ちょっと大丈夫かべっちゃりしてるけど、めちゃめちゃかっこいいですね。うん、めっちゃかっこいいやん。だいぶべっちゃりしてんね。うん、軽く当ててみましょうか。軽く当ててみようか。そこまで大きくないかな。うん、そんな、うん、見た感じね。87ぐらいかな。88かな。80、うん、87ぐらいかな。うん、マリンドッグは本当に開けていいよね、なんか形が。そう、マリンドッグね、結構平たの中でね、すごい好き。挟むやん、うん、ドッケさんいいです ね、 ね、ほんとなんかマリンドッケ迫力あって好きだな。ヨネちゃん TV アップはい、いきます。おおおお、これかですね。これか、掘り出してからにしましょうか。 これはいいねだよね、このね、掘り出し。そりゃ一番いい瞬間ですよ。うん、おー、ちょっとまだ赤いかな。でもちょっと赤い。うん、まあまあ、うん、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗やばい、これめっちゃ綺麗じゃない。めちゃくちゃかっこいい。ね、うん、ちょっと興奮しちゃったわ、そのかっこよさ。いや、お父さん綺麗だったからね。お父さん綺麗だったね、うんうん、これは何かと言いますと、はい、お願いします。ネパールクルビデンスです。いいですね、はい、だからね、うん、オス続々これから来ますよ。いや、楽しみ。いや、これちょっと綺麗だわ。ねえ、うん、いいじゃないですか、うん、はい、いよいよラストですね。ですね、はい、これはあれか、あれです。あれか、ネパールクルビじゃないですよ。ですね、うん、種類が違いますね。あれね、これも掘り出した後に言いますか。ですね、うん、どうなんだろうね。いやー、ちょっとね、これ、うん、早かった気がする。早いよね、私もそう思うおお、かっこいいよ。そう、うん、おお、結構顎が長い、これ。おお、おお、立派立派ね。立派じゃないかね。うん、こっち顎長っ。ちょっと測ってみる。うん、80ぐらいかな、ギリ。うん、ちょっと分からんけど、縮むかもしれんし。うん、おお、いいじゃん、80。かっこいいね。うん、すごくかっこいいよ、ほら、顎がビヨーンって。ほんとだね。うん、なんていうの、この横から見た感じ、わかるかな。わかりづらいか。いや、わかる、わかる、うん、結構長いよね、顎。うん、うん、これは何でしょうか。あ、これね、天くるめはい、奥方くるめさんのね。そうだね、福岡県くるめさんのテイさんの、うん、はい、10年ぶりブリーダーさんの。あ、そう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 、うん、からいただいたやつですね。ですね、うん、やった、浮かしたよ。しかも、ね、うん、ちょっと早いからもっとちっちゃいかなと思ったけど。何グラムだった？これね、あ、でも26グラムだった。あ、そうなんだ。うん、え、まだ30とかいるからね。そうだね、うん、ちょっ
楽しみだね。楽しみだね。26でそうなの。うん。すごいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。かっこいいお子は。天然さんっぽいゴッサだね。確かに。うん、うん。いい感じよ。ね。うん。めっちゃかっこいい。顎もなんか、すごいいい感じ。かっこいいね。うん。おー、厚い、厚みもある、ね。厚みがある。すごい厚みある。いいじゃん。いいね。いいじゃん、多くは。多くは、うん、本気、初だね。そうだね。国産多くは、うん。うん。さっきのはね、ネパールの多くは型。うん。うん。いいじゃん。いいじゃん。いいじゃんしか言ってない。なんかわいい。そういえば、そう、ね、そう、ちょっとね、動画の掘り出しはしてないんだけど、うか祭りが止まってた時に、そう、うかしてたのがいて、そうそうそう、めちゃめちゃ可愛い。もうね、ゼリー食べてんだけど、ニスゼッチ。ね。うん。可愛いよ。ここも続々とうかは、そうしてるんだけど。そうなのよ。ね。いいね。うん。かわいい。ね、うん。タイミングがね、合わないと。この2頭だけで、ウカ動画はちょっとできないから。そう。ね、食べ始めてるしね、もうね。うん。一応ね、あの、これ出しはしないけど、紹介、ウカしてきてた子です。はい。ヨネちゃん TV。ちょっとね、これから続々と来そうな予感はプンプンしてるので、うん、してる露出さなぎすごいもん ね、うん、ちょっと楽しみにしていてください。いよいよ時期がちょっとずつ来たかなと、本当そうだね、感じがするんで、うん、夏に近づいてきているっていう感覚がある、うんうん、楽しみにしていてください。はい、はい、今日こんな感じで、はい、はい、おしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。ごっついね。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。